こんにちは、ビデオオークション切り抜きチャンネル V オープトスピードです。当チャンネルはビデオオークションの迫力ある走行シーンや面白シーンを切り抜いています。いろんなテーマ、いろんな切り口で日々動画を投稿していますので、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。また、投稿者の X、旧 Twitter もよろしくお願いします。さて今回は、アホみたいな比較対決シリーズ足編、ノーサスバーサスカーベイをお送りします。全く比較に値しない者同士を並列で紹介しちゃおうというこのおバカ企画。対決と銘打っておりますが、すべてシャレですのでご了承ください。初回の今回はノーサス VS カーベイです。最低の足と最高の足、結果は見るまでもないですが、実際それぞれがどんな動きをしているのかじっくりご覧ください。それではどうぞ。これ矢田部とか走ってたやつですよね、この肩のクール。何年ぐらい前なんですかそれ。25年前、トヨタ車でやっぱりこのソアラが一番パワーあったから、だからこれで最高速に乗ってたね。これ行ってみるよ。乗るの？もちろん乗る。本当に乗るのかよ。これは一応ね、乗ってみないと。大丈夫かよ、壊れちゃったら。乗ってみないと分かんないから。久々のチューンド11空にテンションが上がる55。おかちんかけながら無事を祈る。まいちゃん、あんま壊れちゃダメだよ。危ないんだからね。もう結構レスポンスだけど、この段差がすごい。段差がすごい。ノーサスだもん、ノーサスだもん、ノーサスだよこれ、ノーサスだもん。お前いい加減にしろよ、お前これ以上やったらお前怪我するよ。カイドレーサーはね、なんといってもね、オイルクーラー、オイルクーラー機能しちゃダメな、機能しちゃね、これ飾りだから、これ多分抜けると思うぞ、これ。あ、ほら、あら、U ターンしてる、U ターンしてるもん、ほら、U ターンしてる。これなんと28回ですよ、マスターソードだね。これなんかだ、これいいね。ちょっと体が反応しちゃうね。じゃあちょっと行ってみようか。ね、よしこれはもうね、もうこれはもう本当にエンジンのスーパーがノーマルだからね。やっほー、いやー、もう久しぶりだね。230だぜ。いやー、やっぱり直感いいね。昔これね、ノーサスだってね、はい、今のね、ストレート仕様のね、あれとかストレート仕様の硬いサスと変わんないじゃないか、お前。そうですね、うん、ちょっとショックがないだけ落ち着かないけど、お前。そうですね、おっ、ショックがない分落ち着かないけど、まあ硬さはまあ十分じゃないかよ。やっぱりこういうことで俺走れる、こういうこのカイドレーサー作りたいケースですよね。さすが大ちゃん、乗り心地にも大満足です。このステアリング28倍、すごいよこれ。中の皆さんにもご挨拶。あ、おい、これ丸の内警察だ、まあ、やばいやばい。これ逃げなくちゃ。逃げなくちゃ。白バイだ、黒バイが。おお。これ車庫だこしちゃってよ、こう車庫だ入ってこないように。サスナス2はきつかった。ついに道路で亀の子状態となり、大満足の大ちゃん、暴走終了です。ブユオクトスピード。エンジン給排気も全て純正で、その他エアロパーツとかも全て純正になってます。基本的にはストリート向けのダンパーがついているのでストリートになるんですけど、 KW グループの ST ブランドの XTA という、金額でいうと30万円ほどの
商品になるんですけども、今回冷凍揚げたパッケージにしてきてるので、よりスポーツ走行にも対応できるような形になってまして、タイヤもアドバンのネオバ、しっかりグリップするタイヤですので、それにも対応できるように、ストリートからスポーツ走行、まあ、ちょっとしたサーキットも対応できるような車に仕上げてきてます。めちゃくちゃいいなこの足。最高。いい感じですか。最高。ありがとうございます。これ最高。硬い柔らかいもちょうどいいです。うん、最高。ありがとうございます。素晴らしい。ありがとうございます。そんなに最高なポイントって何ですか。乗りやすいのがまず一番と、それからこのギャップがある中でも全然跳ねないし、乗り心地もいいし、最高。非常にコントロールしやすい人。そうだし、なんかただこう曲がるとこだけだと、やっぱりこうギャップに出してダダーンだったり、こうバーンと伸びるときにこう伸びが引っ張り上げられたりとか、そういうちょっと何かしら少し我慢しなきゃいけない、妥協しなきゃいけないところとかあったりするんだけど、なあ、ありがとうございます。絶賛ですね。ありがとうございます。絶賛です。ありがとうございます。めちゃくちゃ足がいい、これ。こんなに跳ねる路面でも、乗り心地がいい。最高っす。何がいいってね、普通のところの乗り心地とかではなくて、こんなこうギャップがあるポーンと跳ねられるところでもすごくね、こう収まりが良くて、すごい快適、攻めるのが。で、旋回もすごく読みやすいし、とてもいいです。